フランシス・レイさんが大好きで、日本のフランシス・レイさんのファンクラブの代表させていただきます。去年11月7日にお亡くなりになってしまいましたので、急遽14日、お葬式に、フランスのミニスまで行ってまいりました。そこで流れてた曲をいくつか短く言ってくれています。